今日が誕生日、編集長の私紀藤理恵が静岡県のさまざまな情報をお届けするこの番組、さあ仕事仕事。今週号のテーマはこれ、地球温暖化防止は一人一人の取り組みが大切。地球温暖化が進むと大雨が増えたり環境に悪影響を及ぼす恐れも。防止するには私たちの生活を見直して二酸化炭素の排出量を減らすことが大切。紀藤編集長、まずは電力をたくさん消費する家電製品を知ることが効率のいい省エネルギー対策につながります。家庭では電気の約7割はエアコン、冷蔵庫、照明器具、テレビの4つに使われています。冷暖房の適正温度を守ったり、冷蔵庫のドアの開け閉めの回数を減らしたり、少しずつ無駄を省くだけで毎月の電気代も変わってくるんだね。省エネラベルをチェックして買うことも有効よ。例えばポットや炊飯器、保温時間が長いため多くの電気を消費します、うん、ご飯を炊飯器で保温するには4時間までが目安。それ以上は電子レンジで温め直す方が電力の消費は少なくなります。意外。トイレの温水洗浄便座の蓋を閉めたり、うん、便座の温度を低めにすることにより年間約1350円の節約。電気カーペットの使い方も見直して年間約4090円の節約。そんなに。またゆっくりとスタートしたり加速減速の少ないエコドライブで年間約1万3540円の節約。他にもいろいろアイデア次第。毎日の心がけで省エネと温暖化防止に、つまりはお小遣いのアップもアイデア次第。12月17、18日には静岡市内でキャンドルナイトが行われます。揺れる炎を見つめ地球の未来をゆっくり考えてみませんか。アコースティックライブもあってムード満点ですよ。地球に優しい暮らしは私たちの心も体もほっこりさせてくれます。普段の生活を見直しできることから始めるちょこっとエコライフ、皆さんも始めてみませんか。週刊富士の国編集室からプレゼントのお知らせ。静岡の農芸品の紅ほっぺとバンパカパンツプレミアム天然水をセットで5人にプレゼントします。エコは自分のため、星5つ。次号は私は騙されない。